こんにちは。こんにちは。今からね、清掃していきたいんですけども、はい、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。そうですね、ちょっと前から首と肩が凝ってるなっていう感じがあって、なんか疲れが取れないっていう。疲れ取れない。なるほど。そうですね、あとは 2,3 年前にちょっと腰を痛めてしまって、そこからなんか痛いではないんですけど、なんか雨の日とか、なんかしんどいなっていうのはあります。まあ、だるみとかしんどさ、違和感みたいなところですかね。かしこまりました。どちらかといえば首肩の方が今は気になるっていう。そうですね、毎日気になるのは毎日っていうかちょっと気になるなっていうのはあります。痛みとだるみだったらどっちの方になりますか。だるみです。だるみの方が OK です。じゃあ一度ね、動きのチェックをしたいんですが、はい、できる範囲でいいので首ぐるっと回してみましょうか。はい、逆回してみてもらう。今は動かした時に痛みが出るとか突っ張り感とかそういうのいかがでしょうか。ちょっとなんかゴリゴリっていうなっていうか横向いた時にちょっと突っ張るなっていうのはあります。まあ、突っ張りが出るぐらいですかね。そうですね、OK です。じゃあ今度は横向きになっていただいて、はい、一度ね、下向き上向きってやってみましょうか。この時も特に痛みが出るとか突っ張る感じとかは大丈夫ですか。大丈夫です。 OK です。じゃあ今度ね、肩幅足開いていただいて、はい、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。うん、後ろ反っていただいて、腰は特に違和感が出るとか痛みが出るとかそういうのは大丈夫ですか。まあ、大丈夫です。 OK です。じゃあ今度ね、こちらのベッド移動しましょうか。はい、ゆっくりとね、右向きます。楽にしてそのまま寝たらと。じゃあ大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと大丈夫ですか。はい、じゃあ今度ね、左向いて、はい、ちょっと上向きます。楽にして、はい、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと、はい、ちょっと引っ張りますね。一度座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。一度胸を張ってもらって、ゆっくりと後ろにもたれてきてもらってもいいですか。で、首の後ろ、ここで両手を組んでいただいて、指と指をしっかりと結びます。で、下に行きましょうか。取ってくださいね。脇閉じて、ここからね、胸を張ります。ゆっくりと持たれて、その肩の力だな。もう一度脇閉じて持たれましょうか。もう一回ね、後ろに持たれます。背中丸めてもらって、後ろにだらーんと持たれてきます。肩の力ストーン、顎引いて、で下向きましょう。背中、手を押しましょうか。少し背中丸めてもらって猫背になります。お尻もうちょっとだけ前に行きましょう。左足を曲げていただいて、両手もらいますね。ちょっと引っ張ります。肘を曲げて楽にしてみてください。ゆっくり倒します。このまま大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと、今度逆向きでお願いします。右足を曲げてもらって、でもう少し前に行きましょうか。はい、 OK です。しっかり両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。肘曲げて楽にしておいてください。ゆっくり倒してもらってね。じゃあここからね、大きく息を吸って、吐きましょう。
はい、じゃあ上向きで寝ましょうか。仰向けでお願いします。ちょっと骨盤周りをしていきますね、はい、左手をもらいますね、一旦腕の力をストーンと下ろします。肩の力だなと。こっからですね、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと少しも垂れます。手を後ろに回しましょう。で、ゆっくりと後ろにも垂れてもらってたら、今度は逆向きでお願いします。右手を上に上げてもらって、腕の力をストーンと。大きく息を吸って、はい、吐きます。少しも垂れましょう。右手を後ろに回してもらって、ゆっくりと持たれます。
いですよ、ゆっくりと起き上がってください。今全部整列が終わったところですけども、はい、初めてのぼちぼち矯正は大丈夫でしたか？はい、気持ちよかった。あ、よかったです。じゃあ動きね、まあ、実際どうなったかっていうところをね、見ていきたいんですけども、はい、まださっきと同じように首からぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって、今首回してみた感じはいかがでしょうか？なんかゴリゴリがなくなったなっていうのが感じます。突っ張り感とかマシですか今は？全然そうですね、軽い。あ、よかったです、よかったです、はい、じゃあ今度は横向きになっていただいて、あとさっきみたいに下向き上向きってやってみましょうか。今は首動かしてみた感じはいかがですか？なんか範囲が広がったなって気がします、うん、なるほどなるほど、よかったよかった、はい。じゃあ今度はね、腰も動きみたいんですけども、はい、また肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。お今腰はいかがでしょうか？なんか反った時の、なんだろう、詰まりがないっていう。お、結構反れるなってびっくりしました。よかったです、よかったです。今ね、動きマシンになってると思うんですけども、はい、ちょっとここで一度ね、あの様子見ていただいて、まあ、どれぐらいちょっと持つかっていうところになってくると思うんですけども、はい、一度様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日一旦ここまでにしておきますんでね、はい。